今はこんなに悲しくて涙も枯れ果てて、もう二度と笑顔にはなれそうもないけど、そんな時代もあったねと、いつか話せる日が来るわ。あんな時代もあったねと、きっと笑って話せるわ。だから今日はくよくよしないで、今日の風に吹かれましょう。人々はいつか故郷に出会う日を、たとえ今夜は倒れてもきっと信じてドアを出る。たとえ今日は果てしもなく はい、どうもひろみです。ひろみずチャンネル、今日も見に来てくれてありがとうございます。いつもいいねボタンやコメントもとても励みになっています。ありがとうございます。今日は中島みゆきさんの時代をカバーさせていただきました。リクエストくれた大阪のまめちゃん、どうもありがとう。さて、皆さん元気にしているでしょうか？今年のお盆はどんな風に過ごしましたか？まあね、このコロナっていう状況の中なので、なかなかね、こう里帰りとかレジャーとかワーイって行ける感じでもないですが、でもまあその分ね、こうあれもやらなきゃこれもやらなきゃっていうのがないので、こうゆっくり過ごせた方も多いんではないでしょうか。私もゆっくり過ごすことができました。まあ、そんな中、8月の15日、終戦の日は、お墓参りに行ってきました。
昼下がりに行ったんですけど、まだ全然暑くて、日中ずっと日に焼かれてたであろう墓石たちがですね、本当に暑そうに見えました。お寺はね、緑が多くて、で行った時間帯のせいもあるのか、本当に人がいなくて静かだったんですけど、でもその分こうセミとかヒグラシとかの鳴き声がもううわーって鳴いていて、もう泣き狂ってるみたいな感じで大きく聞こえました。もう何とも言えない気持ちになりました。75年前の終戦の時も同じように晴れていたそうです。まあ今ほど暑かったかどうかはわからないですけど、でもきっと暑かったんだろうと思います。そのちょっと前にはね、広島と長崎に原爆が落とされていて、そんな中で終戦と、そしてご先祖様たちや、亡くなった方たちを迎えるお盆っていうのが来て、一体当時の日本の人たちがどんな風にどんな思いでそれを迎えたんだろうっていうのを思うと、もう私なりにですけど想像すると胸が張り裂けそうな思いでした。でもきっとどんなに想像しても足らないんだろうなって思います。日本のために戦い、亡くなっていたたくさんの尊い命の上に、私は生きてるんだなっていうことの感謝と、悲しみを感じました。今コロナっていう見えない敵に世界中が覆われています。誰も正解が分からなくて、みんな探している状況です。そんな中だからこそ考えることの多い夏です。世界中の平和を願います。そして今日もこうやって見に来てくれてありがとうございます。今日も暑さに負けず元気にひろみずチャンネルスタートさせたいと思います。どうか部屋を涼しくしてゆっくり楽しんでください。はい、ひろみずムービーセレクションのコーナー、今日ご紹介させていただく作品はこちら、運動靴と赤い金魚です。1997年のイラン映画です。監督脚本はマジッド・マジリーです。まずあらすじをご紹介します。主人公の少年アリはイランの貧しい一家に生まれます。ある日、妹の靴を修理してもらった帰り道でその靴をなくしてしまいます。靴が戻ってくるのを楽しみにしていた妹のザーラは悲しみます。新しいものを買ってもらう余裕が家にないことを理解しているアリとザーラ、誰にもバレないようにアリの靴を二人で使い回すことにします。朝はザーラが履き学校へ、急いで戻り昼からはアリが履いて学校へ、遅れないようにバレないように二人は走って走って一足の靴を共有し合います。そんな中、大きなマラソン大会が開催されます。入賞商品の3位はなんと運動靴。妹ザーラのためにアリは3位になることを目指し懸命に走ります。はい、というのがあらすじになります。お兄さんが妹のためにひたすら走るっていうストーリーはとってもシンプル、でもそこにはたくさんの小さなドラマがこう散りばめられてるんですよね。それがこうなんかボディーブローみたいにずっとこう効いてきて、最終的にノックアウトされてしまうっていうような作品です。でね、この2人がね、まだね小学生の低学年ぐらいなのかな、幼いんですけど大人なんですよね。考え方とか思いやりとか、わがままっていうその子供の特権みたいなものがこの子たちには一切ないんですよ。自分の家が貧しいっていうことも理解してるし、でお父さんも一応仕事はしてるんですけど、すごくまあそんなに稼ぎが多いわけではなく、でお母さんは腰を痛めていて今働けないっていう状態で、で大家さんからもね、こう家賃を払えっていうふうに言われてる状況の中なんですよね。そんな中で靴をなくしてまさか頼めないっていう、でね、私ねすごくね印象に残ってるシーンっていうのがあって、このザーラの紛失してしまったこの靴っていうのが、とあるね少女がなぜか持ってるんですよね。でそれはぜひ何でなのかっていうのは見てほしいんですけど、まあ、それにザーラが気がつくんですよ。あ、私の靴っていうふうになるんだけど、とあることが起きてその女の子がコンタクトを取ってくるシーンがあるんですね、ザーラに。うん、そこでのザーラの対応っていうんですかね、と表情があるんですけど、それをほんとぜひ見てほしいです。もうね、子供じゃないと思う、もうあれ大人だなっていうふうに思いますし、そこにほぼねセリフはないんですよ。ほぼセリフはないんですけど、
ここのシーンはすごいシーンだなっていうふうに思います。ぜひ見てこう感じてもらいたいシーンですね。で、登場人物たちっていうのは結構みんな癖がこうあったりするんですけど、一見あこの人嫌だなって思うような感じのキャラクターの人でも愛すべき瞬間を見せたりとかするんですよ。まあ靴を交換こうすることでこううまくこう合わなくて、でこう遅刻を何とかしちゃうんですけど、まあ先生にも怒られるんですよね。そこでポロ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 ねこう泣くんですけど、もう本当にね悪者に見えますよね先生が。もうちょっとちゃんと話聞いてあげてとかすごい思うんですけど、でもその先生ですらこうなんか笑ってしまうようなお茶目な部分を出していたりとか、本当にねなんかこう一辺倒じゃないんですよ人っていうものの描き方が、うん、どんな役でも、うん、それが素敵だなっていうふうに思います。実際にそうだよなってこう映画じゃなくて現実の世界でもやっぱり人ってやっぱいろんな面があるじゃないですか。それをね映画の中で本当に短い時間でパッとこう表現するってすごいことだなって、しかもセリフが少ないのにですよ、これってすごいなと思うんですよね。だからねこの作品ねながら見ができないんですよ。セリフで全部を説明してくれるわけではないので、やっぱちょっとした表情だったりとか、やっぱ景色だったりとか、その撮り方とかそういうものをこう見ていくことでこうバンバンメッセージが伝わってくるっていうんですかね、そんな感じなんですよ ね。 でね、ラストのちょっと前の部分ですねにもね結構ね大事な描写がパッとこう入ってたりするんですよ。でそれがラストにこうつながる大事な要素だったりするので、そういうとこもねちょっとね見逃さないように、もしね見てみようかなって思う方はぜひねちょっとこうじっくり見てほしいなと思います。この作品はなんかこう心がやっぱりざらついてしまってる時とか、トゲトゲとしてこうなんか否定的になってしまってる時とかありますよね。まあそういう時なんかこうに見てもいいかなと思います。なんかこう乾いちゃった心にこうなんかこう優しい雨がこう染み込んでいくような、そんな素敵な作品です。なんか本当に柔らかくしてくれる心を、うん、これねAmazon プライムでもやっていました。レンタル屋さんとかでも置いてあると思います。うん、もし興味があったら見てみてください。ということで今日ご紹介させていただいた作品は運動靴と赤い金魚でした。そして次回ご紹介させていただく作品はこちらミステリートレインです。これはですねジム・ジャームシュ監督の98年の作品になります。3編の短編集のムービーなんですけど、そのうちの1編がですね永瀬正敏さんと工藤由紀さんが主演しているんですね。とてもね独特な空気感のある素敵な作品なので、ぜひ楽しみにしていてください。ということでムービーセレクションのコーナーでした。バスの窓から見ればわかる。
はい、至福タイムのコーナー。今日試食してみるコンビニスイーツはこちら、じゃん。アジアンスイーツ、まぜまぜココナッツブラマンジェ、新発売、セブンイレブンです。よっから見るとこんな感じ。まぜまぜココナッツブラマンジェはマレーシア生まれのスイーツで、マレーシア語でモーモーチャーチャーだそうです。なんで日本語にするとこんな難しいんですかね。まぜまぜココナッツブラマン、日本語っていうか何語、モーモーチャーチャーでもよかったんじゃないかと思いますけどね。でもね、セブンスイーツなんでやると思います。早速開けてみたいと思います。あー、ココナッツの匂い、あー、いい匂い、うー、いい匂い。はい、見た目こんな感じです。あの中蓋の上に具が乗ってたので、それを自分で落として食べる感じですね。ちょっとね、不安なのはタイのお菓子ってね、甘すぎるんですよ。そう、すっごい甘いの。でもタイじゃないもんね、マレーシアだもんね。どうだろう、いただきます。ん、あ、おいしい。美味しい、美味しいです。あのね、この白っぽいところはこれココナッツ、すっごい柔らかい、牛乳プリンとかみたいな感じの食感もありますね。でもココナッツですね。ちゃんとね、甘さがタイのスイーツよりささやかで美味しいです。ホットセブン美味しいですよね。行くたびに新作がこうやって出てるじゃないですか。ちょっとだけね、新作出すの止めてほしいです。この間食べたクズメロンまですっごい美味しくてハマってしまったら130円ぐらいじゃないですか。だからもう1日1個ぐらいの感じで食べてたんですけど、うちの近辺だけなのかもしれないんですけど、もう置いてないんですよ。そう、もう早い早い早い、ちょっとだけ止めてほしい。毎回行くたびに新作があるんですよ、あれ。すごいですね、開発の人たち。なんであんな早いの、すごいなと思います。この上に乗ってるいろいろを食べてみようと思います。まずこの緑の、うんうんうん、ずんだ餅のやつです、仙台の。うん、このこっちはアジア版小豆ですかね。食べてみよう。ちょっと塩っぽさがあって美味しい。あとね、これさつまいもかな。うん、さつまいもだと思います。うん。白玉団子が2つ入ってます。このグリーンのと食べたら、ほら、ずんだ餅になる、ずんだ餅になる。うん、柔らかい、幸せです。あ、混ぜ混ぜって書いてありましたね。これ混ぜなきゃダメだったのか。混ぜる、今から混ぜる。混ぜ混ぜって書いてあった。見た目ちょっとすごいですけど、はい、混ぜ混ぜバーグ。なんかドボドボになっちゃう。まあ好みだと思いますけど、混ぜ混ぜしなくてもいいと思う。なんかバラバラの方が美味しいかな。あのココナッツの部分のちゃんとピンとした状態で食べた方が美味しいです。おじやみたい。この前、コメントで、質問を書いてくれた方もいました。ありがとうございます。今日もね、ちょっと答えさせてもらえればなと思います。2つ、はい、1つは橋本達也さんからのコメントと質問です。質問の部分だけ紹介させてください。ひろみさんに質問ですけど、もし好きな人ができたら自分から言いますか、好きですオーラを送りますか、待ちますか、脅しますか、僕と思って。今までの恋愛話を聞きたいです、ということで。これありがとうございます。これ脅しますか、僕と思ってておかしいでしょ、これ。そうそうそう、あのね、前回のね、私服タイムのコーナーの時にね、あの私が悪さをすごくするので、あの母が竹刀を持って追っかけましてたって本当ですかって聞かれて、まあその、いや、竹刀じゃなくて木刀ですよっていう話をあのさせてもらったんですけど、あの別にね、木刀で何かをされたってわけじゃないんですけどね、まあ、いつもそういうものを持って
追っかけられてたよって話をしたからだと思うんですけど、はい、恋バナですね。そう、もう一個だいぶ前にねもらってたんですけど、ちえちゃんからの、恋バナ聞きたいっていうのね以前もらって、なかなかね答えられてなかったので、今日ちょっと一緒に話させてもらおうかなと。本当に聞きたいですか、私の恋愛話なんて。ちょっとせっかくあの質問していただいたんで、ちょっと話させてもらおうかなと。もう一個がマリコ池田さんからの、メッセージと質問です。ありがとうございます。ひろみさんはいつ頃から映画をこんなに見るようになったんですか？誰かの影響とか以前話されたかもしれませんね。すいません。今週ずっと休みだったので映画を 4,5 本見ました。私も映画見るのが大好きだったんだなって改めて思いました。すごいですね、映画を 4,5 本お好きなんですね。ありがとうございます。最初にじゃあその恋バナなんですけど、奥手です。奥手なタイプですね。自分から言えるタイプではないです。好きオーラとかね送るとか絶対できないです。目が合っちゃったらどうしようみたいな、目線を送って気づいてもらうとか、そういうできないですね。そういう演出できない。好きだとなんか見えなくなっちゃうタイプ、すごく挙動がおかしくなる。今までの恋愛の話っていうことなんですけど、ちょっとこう遠くにしようね。あんまり近すぎても生々しいのでね、10年前とかなんか近すぎるじゃないですか。近くないかっていうか、この10年とかスパンで話してるあたりがもうなんかやばいか。一番最初の話しようかな。小学校の5年生ぐらいの時だったと思うんですよね。それまでにも好きかなって思うような男の子とか、そういうものもあったけど、なんか恋愛みたいな、相手ともこう交流のある恋愛っていうのかな、なんかそういうのは小学校5年生が最初ですかね。あのね、クラスでね、すごくね面白い男の子がいたんですよ。ムードメーカーみたいな、でいつもなんか茶化して授業中も面白いこと言ったりとかして、みんな笑うみたいな、で先生もこらって言いながら笑っちゃうみたいな、それぐらい面白い男の子がいたんですよ。で席も近くて私の斜め前に座ってて、面白いなぁとは思っていたんですよね。で、林間学校っていうのが山の中にね、みんなで行って、でそこに宿泊してアウトドアの勉強みたいな、なんかそういうキャンプファイヤーとかね、そういうのやる、すごくね楽しい林間学校って泊まりがけのがあったんですよね。でそれに行った時に、森の中をこう探索みたいにしてクエストをクリアしてみたいな、でゴールに行くみたいな、なんかそういうのがあったんですよ。で張り切って私はやってたんですね。でその時に同じ班だったのが、さっき言ったその面白い男の子が同じ班でいて、他にも何人かねいて、あそこにも何か仕掛けがありそうだって私は思ったんでしょうね、その時。それで結構危ない山をバーッとこう登っていったんですよ。そしたら他のねお友達とかは、ひろみちゃん危ないよとかって言っていたんですけど、気にせず登ってってしまったんですね。そしたら、ないわやっぱここっていう風にチェックして、なくて、なかったよって言ったら、そっかって言って、みんな次のポイントに、タイムリミットみたいのがあって、だから次のポイントにこう行くわけですよ。で降りようとしたら下りの方がハードで、そう、それで思ったより怖くて降りれなくなっちゃって、途中で、ああどうしようやばーとかって、白状者みんな行っちゃって行ってたら、その面白い男の子っていうのが、だくしょうがねえなって言って待っててくれたんですよ、一人だけ。そうで、降りていく途中でこう、その危ない坂をねちゃんとこう、なんとかこう支えてもらって降りることができて、うわなんか好きかもっていう風に思っちゃいますよね。そういうイレギュラーな状況で困ってる時に助けてくれるっていう、それも普段はこう面白いことばっかり言ってるおちゃらけた感じの子が、なんかそう真面目にこうしょうがねえなとか言いながら助けてくれて、ちょっとキュンとか来たんですよね。それ でじゃあ戻るぞって言って、本来のルートの道にこう戻って、バーッとまた歩いていったら、またその男の子がバーッとみんなの元に走っていって、その先がもうゴールだったんですよね。ちょっと遅れて戻っていったら、人がこうバーッといる中で誰かが大騒ぎをしてて、でよく見たらその子なんですよ、その助けてくれた子。あいつすげえんだよ、一人で登ってっちゃってさ、女じゃねえよあいつみたいな感じですごいみんなに言いふらしてて、もうやっぱ嫌いって
ってなんか思ったのを思ってるんですよね。やっぱりでもこうなんかやっぱそれが心に残ってて気になる存在でずっといたんですよ。そしたら突然引っ越しちゃったんですよ、その子が。なんでそんな急だったのかっていうのが分からないんですけど、まあ引っ越しましたって聞いた日の給食の時間ですよね。みんなでこう給食を食べてるじゃないですか。そしたらその男の子と仲のいいある男の子がいたんですけど、小柳よかったなとかっていう風に言われたんですよ。何がって聞いたら、その子が、まあ、引っ越す時に、じゃあお前好きなの誰なのっていうのを聞いたらしいんですよ。その男の子が私のことを好きだったっていう風に言ったっぽいんですよ。そう、両思いだったっていうことが発覚したんですよ。だからもうそうだったの言ってよって思いましたけど、でももう引っ越しちゃってるし、切ない。どうしてんでしょうね今。大概どこに引っ越したかもよく分かんなかったですし、まだ可愛い甘酸っぱいそんな記憶があります。はい、ということでありがとうございました。はい、そしてもう一個ですね。映画を好きになったきっかけっていうのは、子供の時、10歳とかそれぐらいの時だよね。小学校ぐらいの時にはもう映画が好きで、ちょうどね、80年代後半ぐらいとかなんですよ。それぐらいの時が。で、面白い映画たくさんあったんですよね。ネバーエンディングストーリー、グーニーズ、ゴーストバスターズ、ダイハード、あとエルム街の悪夢とか、ポルターガイストとか、怖いのとかだとね、あとグレムリンとか、いろいろあったんですよ。面白い映画が本当多かったんですよね。で、中でもネバーエンディングストーリーはもう衝撃で、テレビでやってて、うちの両親が見てて、面白いのやってるよって言って呼んでくれて見たのを覚えてるんですよね。もうあれでハマって、あ、いつかファルコンが私を迎えに来るはずとか思いながらベランダで外を見てたりとか、あと図書館に行くとネバーエンディングストーリー の本を探してみたりとか、アウリンのマークのついたやつねを探したりとか。あ、結構メルヘンな子でしたね。もっと映画をねガッとハマったのっていうのは10代半ば過ぎぐらいかなっていうのは、音楽の仕事を始めたのが17とかそれぐらいからだったんですけど、やっぱ周りに音楽の先輩たちがたくさんいて、そういう人たちってやっぱいろんな映画とかも好きだったりするんですよね。そういう先輩たちに教わったっていうのもありますね。それこそプロデューサーの高橋健さん、私がソロでデビューした時にプロデュースをしてもらってた人なんですけど、その健さんなんかの家にはそれこそね、ベティブルーとかのポスター、ベティブルーっていう、ね、映画があるんですけど、フランス映画かな、そのポスターが貼ってあったし、ラジオをいくつか当時やらせてもらってたんですけど、構成作家の女の人がついてくれてたんですね。その女性がいろいろなものを知っていて、でその人がこのひろみずチャンネルでも紹介させてもらったことがありますけど、バグダッドカフェっていうね、あの映画もいいのあるよって紹介してもらったんですよね。そういうのをきっかけにヨーロッパの映画とかもこう見るようになっていくんですよね。そこからドーッとハマっていきましたね。きっかけはそこですね。20代前半の時、ツタヤでバイトしてましたもん私ね、ビデオ屋で働けばいっぱい映画見れるし、あと CD とかもたくさんあるので音楽もたくさん聴けるし、ソロでね、みひろ流としてメジャーでやってた時っていうのはやっぱりレコード会社とも事務所とも契約してるので、ちゃんと、まあ、会社員としてお給料をもらってやっていたんですけど、でバンドになってからはインディーズでずっとやっていたので、まあ、普通に今度食べるための仕事っていうのをしなきゃいけないわけですよね。だったのでいろんなバイトはねしてきてるんですよ。そこでの面白い話もいっぱいあります。そう、ツタヤの面白い話もね、今度じゃあその話ちょっとしようかな。ちょっと長くなってきちゃったんで、本当もういつも取り留めのない話になって長くなって、もうドロドロです、冷えてる時の方が美味しいですね。ドロドロ感がね増してます。味は美味しい。完食しました。美味しかったです。今日試食してみたコンビニスイーツはセブンイレブンで見つけてきましたアジアンスイーツ、まぜまぜココナッツブラマンジェでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ひろみずチャンネル、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。来週のひろみずチャンネルはお休みをいただきたいと思います。月に1回ね、どっかで休みを入れようと思ってたんですけど、今月は来週にしようと思います。暑さ寒さも彼岸までまだ先ですよね。9月の終わりぐらいかな、お彼岸って。
し、うん、なのでまだまだねこの暑さ続くのかなと、少しこの暑さ和らいでくれるといいなと思うんですけどね。本当暑いですよね。エアコンが効かないですもん最近。本当皆さんも体調気をつけてくださいね。水分しっかりとって、で部屋なるだけ涼しくして、無理せずに、であと引き続きコロナにも本当に十分気をつけて過ごしてくださいね。ということで次の動画でまた元気にお会いしましょう。ひろみでした。ありがとう。バイバーイ。